見て一緒にオークシーに行こうよ。ああ、いや、そうじゃなくてさ。お前、偉いなって話だよ。うん？俺ってないんだよな、やりたいことって。俺さ、やりたくないことなら結構あるんだ。家にずっといることとか、家を継ぐとか。けど、やりたいことって別に、なんか羨ましいよ、お前が。キルは、俺、キルアといると楽しいよ。なんだよ、急に。この島、出稼ぎの漁師が多いから子供が少なくてさ。勉強も自宅で通信スクールだったし。だから、同い年の友達は、キルアが初めてだったんだ。俺だってそうだよ。家から出されることは多かったけど、それも全て人殺しの技術を磨くための訓練でさ。痛いけな俺には命がけだったし、ゴンが初めてだよ。キルアは俺といて楽しい？そりゃ、まあな。じゃあ、これからも一緒にいよう。一緒に、いろんなところへ行って、一緒にいろんなものを見ようよ。俺は父さんを、キルアはやりたいことを探す旅。きっと楽しいよ。そうだな。悪くないな。でしょ？よし、やりたいことが見つかるまでお前の親父探しに付き合ってやるか。うん。そういや、お前のお袋さんって死んだのは確か、生まれつき体弱かったんだって。ミトさんがずっと親代わりでいてくれたから、あんまり父さんのこともカイトさんに会わなきゃ無理にしろとは思わなかったし、それに父さんのこと隠してたってことは言いたくなかったってことだし。まあ、どっちにしてもさ、お前はハンターになってたと思うけどな。そういうもんだろ。こう、なんかわかんない糸がつながってるんだぜ、きっと。じゃあ、俺の母親の方はミトさんにつながってたんだ。だって俺にとっての母親はずっとミトさんだもん。だからさ、他に考えられないんだ。ミトさん以外の母親って他にいないんだ。そっか。ああ、俺もミトさんみたいな母親が良かったな。最高だよ。ちょっと口うるさいけどね。そうだな。